ちは。2024年6月28日、花うタイム324回目の放送です。本日のパーソナリティは、春菜、福バッチ、トシでお送りします。この番組は、カバー曲やオリジナル曲、日常で出会った楽しかったことなどを花歌感覚でお届けします。花歌。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。元気ですよ。溜める。元気、みんな元気ですか。はい、体調とかは。あ、よかったです。先日コーヒーが届きまして。あ、はい、あ、そうです、うちのやつ、はい、あ、お中元です。ありがとうございます。あら、春日から。そうでしたか、はい、もう届いたんだ、うん、あ、よかったです。早速飲みました。あ、本当に、はい、どう、とても美味しく。あ、よかったです。ただ私コーヒーにうるさいわけではなく、すべてのコーヒー美味しいと思っているものですから。あ、そうなんですね。違いは分かりませんが美味しいです。そうなんだ。なんか濃厚な気がするとか、そういうタイプですから。そうなんだ。なんかあれね、今ねすごい人気なんだって。特に今名前はあまり言わないでおこうと思うけど、うん、ちょっと江戸の方、江戸の方に、あの地域が江戸の方の、うん、なんかなんていうの、ちょっと江戸っ子な感じの地域のところに、はは、今すごいあのおしゃれなお店がね、うん、あの結構立ち並んでるところが多くあるんですって。地域的にね、下町の方です、うん、それでしげさんがね、この間はは、ベースの梅沢茂樹氏が、うん、はい、あのそこにたまたま行ったんだって、うん、だけどすんごい並んでて、うんうん、あの飲めなかったんだってコーヒーね。あ、今すごく人気だから。あ、なんか言ってた気がする。うんうんうん、うんうん、だからそれで春分から届いたと思ったら、そこのコーヒーだったからびっくりしたって言ってた。はあ、ですっげえ美味しかったって言ってたから、うん、あ、じゃあ福バッチもコーヒー好きだしね、うん、シーさんと福バッチ食べ物の好みも飲み物の好みも似てるよね。へ、だってコーヒーとカレー好きじゃん。カニクリームコロッケも好きかな。どうだろうね。知らん、聞くの忘れたね。それこそ知らんけ ど。もうカレーにカニクリームコロッケ乗っけたらええんじゃん。そうそうそう、それ最高。それでもいいの。最高最高。へ、別々に食べたいとかじゃないんだ。それはどっちでも大丈夫です。あ、そう、どっちでも大丈夫です。そうなんだ。なんかでもそれをちょっとふっと思い出して、そのしげさん の、うん、あの話を、うん、だから福バッチに送ってみようと思って、うん、そう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 、お中元。ささやかですけど。ありがたく、はい、よかった。花うタイム。最近春菜さんの絵が頭にあの焼き付いてしょうがないんですけれども。すいません、ありがとうございます。ブログからうっとうしがられてないですか。いやいや、大丈夫。あの髪の毛食べちゃうやつとか。あ、髪の毛、出てくる方ね。食べたんじゃないか。出てくる、出てくる方。165キロ出てきたのよ。いや、正確に正確ですね。165。あれすっごい本当夢でね、うん、思い出してね、あの起きた時に気持ち悪い夢だったなと思うんだけど、うん、すっきりしたの本当に。あ、体の中の悪いものは全部出たっぽい感じで、うん、でも本当にああいうあの花歌デイズっていうブログで今、うん、あのご存じない方のためにも説明させていただくと、はい、あの自分のエピソードとか夢で見た話を絵で描いて、うん、あのワンシーンだけ絵で描いて、うん、最近ブログにしてるんですけど、うん、そのこの間のブログのネタが165キロ口から髪の毛が出てきたっていう、うん、すっごい気持ち悪いでしょ。結構絵にパンチがある感じですよね。あーって。そうなの、そうなの。いや、ありがとう、見てください。だんだん、いや、だんだんあの絵に春菜スタイルが出てきたなと思いまして。あ、本当？いや、嬉しいわ、そう言っていただけると。いや、容易に思い出せる感じを。容易、あ、いや、簡単になんかそのシーンというか、その絵のキャラクターを、あー、はいはい、あ、これ春菜さん描きましたねって分かるっていうか。うんうんうん。顔がね。それ大事ですよね。なんか、いや、すごく。あ、ありがとうございます。アイコンと言いますか。定まってきたんでしょうね。自分でもなんかいろいろ。なんかでもとにかくやってて楽しくて、うん、あんなのすぐ描けちゃうっていうか、あの楽しいから、うんうん、なんていうの、やろうとしてないから、なんも本当。しげさんもね、朝描いてるって言ってたじゃない。絵、うんうん、ね、ベースのしげさん。まあ、独特ですよね、しげちゃんの場合はね。うん、でもしげさんも言ってたけど、やっぱ描き出すと
スルスルかけちゃうんだよね、うん、なんかそういうぐらいの感じで置いとくのがいいよね、うん、なんか書かなきゃってなっちゃうともう辛くなっちゃうからそれはやめようと思って。でもあれですよね、あの目の前にいつも映像がっていう話がありますから、はい、それをそのままあの書き出すと言いますか。あ、そう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 、そうなんです。それいいんじゃないですかね、うん、でもなんかやっぱあの iPad で書くじゃないですか、うんうん、あの色付けが難しいね。あの淡い色とかさ、まだ調整に全然慣れてなくて、うんうん、もう原色バーンみたいなのしかできなくて、うんうん、まあ、でも性格的に原色系だからいいんだけど、うん、あれもうちょっとほら上手な方はさ EA とかさ、うんうん、ちゃんとつけてねレイヤー分けてさ、うん、すっごい絵描いてる方いっぱいいらっしゃるのね、うん、同じ技術を使ってもよ、うん、でまあ逆にあの向き不向きありますからそうだよね、あの辛くならないように、うんうん、そうそうそう。で あんまりそんな正確性とかもあんまり考えてないって、あのパンチがあるかが大事ですから、うん、そうそうそうパンチありますのでよかったですなんか誰かの絵 に似てないかなって思った時あったんだけど、うん、なんかに似てるよね、ああいうキャラ、まあ、いなかった、なんかに、なんかコボちゃんじゃないけどなんかなんだっけ、あの感じは。でもめいっ子が描いたりとかそういう感じの、なんか孫が描いた絵っていう感じの、あの延長のなんて言うんでしょう、ピュアな絵って言いますか。あ、本当ですか。多分なんかこう自分が育ってきたその昭和の感じがあるでしょ。なんかやっぱ自分が見てきてる漫画のやっぱどっかあると思うんだよね、まあ、要素がきっとね、うん、自分で何も考えずに描いてるけど、うん、まあ、単純な絵だから別にあれなんだけどね、うん、なんかに似てんなと思ったんだよね、すごく一個思った時があって、うんうん、思い浮かんだのがあのカッパのさ、日本酒の CM とかでカッパのカッパッパールパッパですか。あ、そう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 、あの絵描いてる方って誰、どなたかご存知？はあ、後で調べるね、うん、なんかそれを一瞬思い出しちゃって、うん、あ、なんかこのカッパに似てんなと思って顔がなんかに似てんなって思って、うん、でも自分ではそれはちょっとよく分かってないんだけど、うん、なんかコボちゃんとかさ、例えば昭和の4コマ漫画とかに出てくる表情の感じがあるなって思うんだけど、うん、自分ではでも別に真似しようと思ってんじゃないんだけど、うんうん、やっぱ今まで自分が目にしてきたさ、あの絵の中でああいう表情があったんだろうね、うんうん、漫画もそうだけど、だからあれこれなんかで見たんだけどなって思うんだけど思い出せないの、うん、ごめんね。あ、いやいや、逆に着地がない話でごめんなさい逆にそこを目指してるってわけじゃないですもんね。あ、そうなの、そうなの、うん、いいと思います、うん、そうなんです、そうなんです。出たやつを見て後で思うっていう感じなんですよね、はい、うんうんうん、だからまた思い出したら言います。はい、ありがとうございます着地がなくて申し訳ございませんみんな描かない？いや、描いたら止まんなくなっちゃうタイプなので。あ、そっかそっか。永遠に、そして永遠に終わらないっていうタイプですから。うーん、修正に修正を重ねた上に最終的に何になるかっていうと何にもならないっていうか消しゴムで全部消して終わりみたいな、そういう書けばいいのに。なんかさ、それでこの間なんか友達にもパッて渡してね、これ iPad で書いてるんだよって言って、うん、書いてもらったのね、友人に、うんうん、そしたらやっぱさ、その人の顔に似てんの、漫画上手な人だったんだけど、うんうん、すっごい似てたの。あ、でも自分の顔に似る傾向あるんじゃないでしょうか。そうなのかな、なんか自分の自画像を書いてもらったわけじゃなかったんだけどね、うんうん、なんかギターに目と鼻をつけて描いてくれたんだけど、キャラを。それがその描いた人にそっくりだったの、可愛らしい顔になってて、なんか優しい感じで、うんうん、だからみんなやっぱ自分で描いたら似てんのかなと思って、自分のキャラを自分で描いたら似てる？そうかもしれない。一回描いてみてくんない？渡すから。それ私ブログに載っけていい？じゃあ後で描きますうんうん、うん、それ一回やってみて。キャラが出るよね、絵で自分の顔とか描くとさ。まあ字にも出ちゃう感じはありますよね。そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。あの福場陽介ってもカッチカチに、かなんていうの、角がめちゃくちゃ多いんですけど、あの僕が描くと大体丸っぽくなっちゃうんです。あ、福場の福がもう横縦横縦横縦 の、その口がいっぱいある。そうです、口がいっぱいありますし、右側とか場とかも。あ、そうなんだ。で、陽もなんか縦横がすごいっていうか、あ、中陽の陽っていう感じだもんね。そうですね、角張っての字。そうか、なんかあんまりそういうふうに思ったことなかった。角張ってるとかあんまり思ったことなかった、うん、でそれで自分 の、 その履歴書じゃなくて自分の名前書いてる時に奥さんに、うん、あれなんか丸いねって言われる。
あのカクカクなのになんかそういう性格みたい、まあ、小学生っぽいけどねカッコみたいなですよねってカッコみたいな面白いトート絵上手なんだよすっごいイラスト、うんうんうん、だから最近描いてないけどね自分の顔描いてほしいのみんな描いてくれない1個でいいからちょっとそれ見てみたい1回自分の描いたことないかな自分を例えばキャラ漫画キャラにするとしたらこうやって描くっていうのを見てみたくてそれで1回さスタンプ作ろうと思ってて花のタイムも一瞬ね、うん、思ったんだけどトートの似顔絵は上手に描けるのね私昔からよくメモ書きとかに描いてたから、うん、ねあれ激似でしょ、うん、よく描けるんだけど、うん、服バッジが難しくてキャラ化させるのがでもきっと多分全体像を描けば体のバランスさえ間違えてなければ大丈夫です。そうそうそう要は頭大きくて自分で自分を強調するのねそうそうそう要は体のバランス、はい、でもメガネとかもあるやん、うんうん、だからすごくきっとコツをつかめばうまく描けるんだろうけどちょっとなんかねうまくいかなくてその時はのび太くんのメガネの縁変えればなるんじゃないですかいや伸びたくんじゃないよ、うん、鼻歌タイムでもそうだよだってあでも発見が ありまして、うん、最近タオル地じゃないんですけどちょっとガーゼ生地でつなぎっていうのかなワンピースみたいなバスローブじゃないんですけどなんかそういう縦縞のなんかちょっとやつがあって、うんうん、着た途端にあれギリシャ人だと思ってなんかその顔が四角いからかなと思ってギリシャ人それギリシャ人いやわかんない自分の中のギリシャ人が何それあれじゃんテルマエロマエじゃんあいやいやまさにその感じで、うん、顔の四角さとそのなんかちょっとした色白さとハマってたってことねそれがスタイルとしてあの島具合がなんていうんでしょうそのスターウォーズに出てくるそのなんかジェダイ の、うん、レジェンドたちが着てるような感じの あの長い感じで、はいはい、ローブねローブ的なへいやそれが似合うってことだ服バッジはそっち系が似合うってことねお洋服もいやびっくりしましたもしかしたら、うん、着たことないけどねこれは外に行けないなと思って多分不審者での塊だなっていうへえー、あそうなのそっち系なのいやそれではないそれではないそれではないほぼ裸だもんねそれだとそれではないそれではないテレマエロ前のねそれはバランスよす頭のバランスがすごくいい感じあでもその感じにちょっと近いだけど古代人っぽい感じわかんない古代人っぽいがどこよくわかんないですけどでもさやっぱ人が見る自分のねスタイルと自分が描くのと違うじゃない、うん、私それこそテルマエロマエの 作者のさ山崎まりさんにね似顔絵描いていただいたんですよ子供がろうに、うんうん、贅沢なね素晴らしいバンドメンバーみんな描いていただいたんですけど、うんうんうん、やっぱ自分が思ってる顔じゃないんだよね、うん、やっぱ分かる、ね、だからすごいよく描いてくださってるわけ、うんうん、すごい美人に描いてくださっていやいいじゃないですかだから自分はなんかいろんなこと分かってるからそれ込みでさ、うん、やっぱ私なんかちょっとなんか自分では3枚目だなってすごい思うのね昔の言い方で言うとだからそういうのが出ちゃうじゃん自分では全力で出ちゃうじゃん絵にするとあーはーはー分かる今春菜さんの絵と重ねました、だからなんかこんな感じでうひょうって感じで、ね、うひょうでプール飛び込んじゃうよみたいな感じじゃないですか、うんうん、自分で思うにね、うんうん、なのにやっぱその写真だけで見てくださって描いてね、もちろんお会いしたこともあるしお話したこともあるけれど、うんうん、それだけ見て描いたらこんな別品さんに描いてくださるんだって思っちゃって、うんうん、自分が綺麗だと思いながら生きてるのと、まあ、例えばイケメンだと思いながら生きてるのとそこにはあんまりその無頓着の場合とは、うん、やはり少し違うんじゃないですかねやっぱりあなるほど人に与える印象もですよ、うんうん、そういった意味では福場ちゃんそこを押し出してないからねっでもきっとみんな周りはみんなイケメンだと思ってると思うよ ありがたき幸せです自分では全く分かりませんが、うん、だからメガネ取ったらイケメンやでっていうやつねいやなんでメガネ僕的にはメガネ取ったら3になってるんですけどのびちゃんのびちゃんねそうそうそうだからそういうあれやんだってトートの写真だって見てね
あの私の、ね、友人がね、うんうん、あ友人っていうか私がお世話になってる方だから、うん、とうとうは直接は会ったことない方だったんだけど、うん、え春菜ちゃんの旦那さんってイケオジじゃんって言われたイケオジなんかほらこうグレーヘアでひげちょっとあって、うん、ちょっとこうツーブロックもやってて、うん、でその時の写真があのちょっと決めてる 服着てたやつだったから、うんうん、あの上下あの、うんね、セットアップで着てたやつだったから、うん、めちゃくちゃかっこいいねっつって、うん、おそうなのかって思ってでもそのキャラでなんていうの自分も全面でそのイケオジだよっていう態度アティチュードがある人ではないじゃないですか。わかります。だから例えばジローラモさんみたいに生きてはいないわけじゃないですか、うん、まあ、車もオープンカーで、ね、じゃそれをバシってだから出してないってことね、うんうん、だからジローラモさんいいですね。ジローラモさんはイケオジ の代表格とされてますからね。あのイケてる親父の僕の中でのイケオジが北王子金谷さんなんですけど子連れ狼ちょっとちょっとずれちょっとすいませんちょっとずれてますかねいやいや十分男性あのかっこいいですよね、はい、北王子金谷さんも、うん、だけどすごい今侍が先に浮かんだけど。花歌タイム。だからまあだから話はスタンプなんだけど、そう、ね、はい、そう似顔絵が描いてくれない。だから2人とも、はい、そういう視点から、はい、あのお二方のそういった視点からで構いませんから、はい、今ちなみにスタンプバージョンいくつまで行かれたんですか。一番最初にイタリアングレーハウンドのアンを描いて、うんうん、でその次におじいちゃん描いてそこからアクセルか今アクセルかなり踏まれるもうすでに今ベタ踏みベタ踏みと言ってもよろしいかとなんかね日課になっちゃったのね。あの40個描くってすごい結構でしょ。でもなんか別に、まあ、なかなか、うん、好きじゃないとできないことですよね、うん、そうなんです。そうなんです。だから朝なんかあの楽しみで一個ずつ書こうかなみたいな感じにしてると、うんうん、すごく楽しくなってきて、うん、それで大阪弁のカーカーっていうのがワンが出たんですけど、あ、いいですよね、うん、あ本当ありがとうございます。でこの今度またツーが実は6月22日の12時から発売が決定しまして。素晴らしい、ありがとうございます。でまあ、なんか必要なお声があればなんですけど、うんうん、あのそのブログ あのどうでもいいあの絵もスタンプにしとこうかなとも思っていたりして、そうなのそうなの。なんか楽しいのね、絵描くのがすごく。だから自分のこの楽しみが続く限りはちょっとずつやろうかなと思って、うんうんうん、花歌タイム。そしてはい、春菜さんの方も ありがとうございます、はい、毎度ありがとうございます。ご紹介してくださいまして、はい、あの8月31日に、うん、京都 のライブスポットラグで、はい、あの今度次回はワンマンライブ決まってるんですけど、うん、あの実はあの大きなお知らせがありまして、はい、ここへ来て、うん、急遽あのドラムに、うん、あの山下達郎さんのツアーでも長年 ご一緒させていただいてる、うん、あの小笠原匠くんが参加してくれることになりました、はあ、ありがとうございますありがてえありがてえとか言ってまあ豪勢なことになっちゃいましたね。ねえ、うん、いやなんかねちょうど本当にあのこの間の CCU のライブやったのがすごい良かったんですよね、私の中で、うんうん、あのものすごいいろんなことが整理されて、うん、あの良かったんです。本当にこんなスタイルで やってみようっていう、うんうん、その方針が固まったというか、方針が固まりました、うん、それでやっぱりみんなドラムの音を聞きたいとか、まあ、そのバンド その編成がお好きな人が多いってことがよく分かったし、うんうん、やっぱりその今までそのピアノと歌だけでやってた時と、うん、あの鹿島さん入られてのやっぱ反応も違ってたのもよく分かってましたし、うんうん、徐々にその何でしょう、桃太郎があのきびだんごであのちょっと人を増やしているような感じでちょうどもうあの3人揃いましたんで、うんうん、もうこれでフィニッシュとこれは鬼退治に行かれる感じですか。なんかトートとそのフクバッチとやることももう完全に見えたの、私の中でやれることというか、うんうん、やりたいこともそうだし、みんなそれぞれ あの良さをね生かしてやっていくことがなんとなく大きく見えたので、うん、じゃあ自分のバンドはちょっとこっちはこっちであのもう一個やっといて、うんうん、であのしげさんともそのインスタグラムライブもやってっていうところで活動の場を大きくちょっとずつ広げようと思ってね、うん、どこでやっても動けるようにしておきたいので、こっちはこっちでトリオをやろうと思って。素晴らしい。いやでも思い切った
ったのよ、結構心の中では思い切ったのね、うんうん、あのしかもオガピョンがやりませんって言われたらもう泣いちゃうどうしようと思ったんだけどいや心よく快諾してくださりまして、うんうん、まだまだもろもろ詳細はこれからなんですけど、うん、でも京都のラグではだから柴田俊文さんと、うん、鹿島達也さんと小笠原拓海さんで、うん、3人の音で奏でていただけることになったので、素晴らしいです、はい、まだまだあれなんだけどね、うん、やらなきゃいけないことは山積みなんですけど、うんうん、ちょっとまた楽しみが増えたなっていう感じで、うんうん、はい、だからもしかしたらあれよ、これができるようになったらね、うん、先この先の希望が見えるでしょう、ちょっといろんな意味でいいことが起きると思いますよ、はい、だからちょっと今年いっぱいね、うん、いろんな動きができる可能性があります、うん、なのでちょっと未来を見据えながらも、うん、一歩一歩大事に進んでいきたいと思います、はい、ありがとうございます。なので、ピアノと歌というタイトルではございますが、出演メンバーが、ピアノが柴田俊文さん、そしてベースが鹿島達也さん、そしてドラムが小笠原拓海さん、そしてボーカルが私春菜となっておりまして、8月31日京都ライブスポットラグで、会場が16時開演が17時となっております。また詳細の方はですね、京都ラグのホームページからも見ていただくことができますし、私のオフィシャルサイトの方でも常にアップしてありますので、ぜひぜひたくさんの皆様のご来場お待ちしておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。花タイム、それではこの辺で本日はお別れの時間となってしまいました。番組に関するご感想、楽曲リクエストなども大歓迎です。花うタイムオフィシャルサイト http://花うtime.com、 X アカウント、 Instagram アカウントは小文字で @花うタイム。本日のパーソナリティは春菜、福バッチ、トシでお送りしました。それではまたお会いしましょう。花うタイム。